佐藤勝選手、はい、宮城県からのエントリー。はい、この選手も62歳とね、一番の高齢ですね。さあ、62歳と思えないスプリン、誰も滑ったらこの真ん中のラインをね選びました。かつて渡辺三郎が選手だった頃、迷った時は真ん中を行けという名言を残しておりますけれども、さあ真ん中を滑って、さあいいリズムで降りて最後までフィニッシュ。